皆さんこんばんは。今回も始まりましたアニメパラダイス、司会の野川さくらです。はい、小崎さきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速じゃあちょっとおはぎの方を一枚読んでみましょうか。いただいてみますよ、はい。愛媛県にお住まいのペンネームボンタくん改めさん、さくらちゃん、佐々木さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お二人は高校時代どのような人でしたか。よろしければ教えてください。人、学校大好きでした。高校の時はもう休まずに、あ、優等生行ってますね。楽しかった。みんなに会えるのが楽しかったです、ご飯食べ行ったりとか、カラオケ行ったりとか、普通に普通です、はい。俺も結構普通に、まあ、同人誌作ったりとか、コミケ行ったりとか、楽しそうですね。まあ、そんな感じの高校時代でした、まあ、あんま今と変わんないですね。何のことないと私そんな感じでしたよ。はい、そんな感じですかね。はい、はい、それじゃあ今日も行ってみましょうか。盗めないものは何もない。大泥棒を演じるあの方が登場。特選アニメシアター、キカイダー01ジ・アニメーション。心を持つ機械ゆえの悲しみ。秘密組織シャドウに立ち向かうキカイダーたちが戦場に赴く。キカイダー01ジ・アニメーション、衝撃のストーリーが今幕を開ける。アニパラへようこそのコーナーです、はいはい。今夜のゲストさんはですね、こちらプロフィールになっております。はいはい。6月12日生まれの AB 型、仕事、カラオケ、お茶飲みに行くことが趣味、はい、で、特技が仕事という、すごい好きなアニメ、出演作全部、好きなアニメ、出演作全部、素晴らしい。おお、素晴らしいですね。かっこいいですね、はい、かっこいいですね、うん。主な仕事歴ちょっと数えてみると、ゾイドの霊文役、ソウルテイカーの京介役、正解の戦記ソバーシュ役など、あの方ですね。じゃあ早速いきましょう。はい、今夜のゲストはビリ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 、じゃーん、サイガミツキさんです。こちらです。こんばんは、よろしくお願いします。はじめまして。お願いします、俺は初めましてなんですけど、さくらちゃんは、はい、私は今、キタテンというアニメで、はいはいはい、恋している役です。サイガさんを、おー、好きなアニメ出演作全部と、好きなアニメその出演作全部って、そうですね、やっぱりコーツやっぱつけがたいっていうのがありますから、やっぱり出た先つまみんな好きですし、そしてお茶飲みに行くことということで、はいはい、お茶が趣味という、趣味というか、暇な時とかに私、紅茶のお店に行って、紅茶飲んで帰るぐらいのことなんですけど、そんなにすごい趣味でもないかもしれない、はい。じゃあこの辺でちょっとさくらちゃんのいつものコーナー、ゲストに挑戦のコーナー行ってみましょうか。さくらのゲストに挑戦コーナー行ってみたいと思うんですが、今日はですねちょっと3種類、フレーバーティーというやつをちょっと用意しまして、まあこれをですね、お茶をまあ飲んで当てるのは、まあ、前回にまやちゃんが来た時にちょっとやったんで、はい、今回はですね茶葉の匂いで、匂い、はいはい、これをちょっと当てていただくというのをやってみたいかなと思いますが、はい、じゃあどうしようかな。まずこれからいってみましょうか。じゃあこれを、見た目全部一緒ですね。見た目的にはもう全部ダージリン系のちょっと細かめな、すいません、これは一個ずつ言っていった方がいい。そうですね、すごいわかる本当ですか？じゃあせーので、私は、ね、いきましょうか。この3つ の3つですね、ミント、パッションフルーツ、マンゴーの3つですね。甘い匂いがしそうな気もしたけど、はい、じゃあせーのでいきましょう、はい、せーの、ミント、両方正解です。まあこれは分かりやすかったですね。これはもうサクッと、もうね、ガムの匂いがしました、ちょっとスーッとする感じがあったんだよ、ね、はい、じゃあ続いてちょっとここが難しいところですが、パッションフルーツとマンゴーのこの違いをですね、いい匂いがしますね美味しそうな香りがそれぞれ、これはさあ微妙に違うかもぐらいの、片っぽのもう一つの方がねちょっと匂い強いかなっていう、じゃあ、今サイガさんが持ってると、はい、じゃあそちらは、何か当てていきましょう。言えばいいですか？せーので言いましょうか、はい、せーの、マンゴー、ずれました。あれ？さあずれました。っていうか
パッションフルーツの匂いを知らないだけに何とも言えないんでさあ正解が実は裏に書いてあります。マンゴーな気がするんですよ私。マンゴーでした。適当に言ったら当たった。私が負けってことですか。はなんかこちらがパッションフルーツ。この癖はちょっと癖がある匂いはマンゴーっぽくないですか、うん、これはパッションちょっと癖があるんですよ、うん、だから知らない方の匂いだから、うん、多分、ね、こっちかなということで。マンゴー好きなんですけどね、うん、間違えました。ということで負けちゃいました。さすがです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、ちょっとお仕事の話に移りたいと思うんですが、はい、まあ、さやかさんといえばね、今もう数々の作品、うん、いや、もうまだまだとんでもないですもうね、今すごいたくさんのアニメがなるある中でちょっとね、うん、まだちょっとカットなんですけど。いやもうすごいじゃないですか。でも今ね、まあ、キッズデジョンでもやってるゾイドなんかも、うん、ちょっとさっきもね、ちょっと触れましたけど、出てらっしゃるし、そしていよいよ、ね、このオドロオジン、はい、うん、そうですね、なんかもう普通のアニメとまたちょっと違う感じのする作品なので、うんうん、みんなでよく言ってるのはすごくスタイリッシュなアニメだねっていうことを話すんですけど、うんうん、結構なんか原作者の元の漫画の方もすごいそういうところのこだわりが感じられる作品じゃないですか、うんうん、なんかそこが綺麗になんかアニメになってるんだな、うん、なってるなっていうのは、まあ、こちら毎週水曜日18時から NHK の BS2 の日本にて、オドロオジン役で出てらっしゃるので、ぜひぜひ皆さんにも見ていただきたいかなと思います、はいはい、じゃあ最後にちょっとファンの方々に向けて一言お願いできますでしょうか。はい、まだまだあの未熟者ではありますけれども、一生懸命頑張っていきますので、ぜひぜひ応援をしていてください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回のゲスト西賀充希さんでした。どうもありがとうございます。またお越しください、はい。美月先生、ゴージャスな顔ぶれの揃ったイベントをドーンと大紹介。残酷な天使のように Pioneer。 アニパラ特捜最前線のコーナーです。はい、まずはニュースをまとめてみましたのでご覧ください。どうぞ。先日渋谷ザ・ホールで加賀津由美さんのバースデーパーティーが開催されました。たくさんのファンが集まりみんなでお祝いしましたよ。最後にはなんとガンドレットチームの皆さんがケーキを持って登場。本当に素敵なバースデーパーティーになったようですね。高津さん、ハッピーバースデー。東京大学で行われたイベント、宇月十三作品上映会では、宇月先生をはじめたくさんの声優さんが集合しました。玉美ちゃんの役はすごく名前を付けて楽しいトークで会場は大盛り上がり、とっても楽しいイベントでしたよ。コスプレコンプレックスは私たちもコスプレするのかなっていうのを。 OVA アーケードゲーマー吹雪第3弾のアフレコが行われました。ますますヒートアップする本編にシンクロして、アフレコ現場の皆さんも超ハイテンション。見逃せない第3弾、期待してもうちょっとだけ待っててね。はい、ということで、はい、ダイジェストでお送りしましたが、はい、じゃあここで早速ですね、あの笹玉のコーナー、はい、行ってみたいと思いますが、今回はですね、グローランサー伝説の遺産をですね、はい、ちょっと取り上げていこうかなと思います。こちらにもポスター、はいはい、ポスターありますね。もう漆原さとしさんの、はい、もう美しいイラストで、うん、おなじみの、まあ、グローランサーシリーズゲームソフトで、うん、もう3本出てるかな、うん、3本出ておりますが、はい、まあ、これがですね、なんとインタラクティブ DVD という形で、はい、作品になったということでですね、はい、まあ、あの DVD って結構あのチャプターとかでいじれてたりするじゃないですか、うん、それで、まあ、ストーリーが毎回変わるっていうですね、え、面白いですね。また変わったですね、ちょっと作品なんですけど、はい、まあ、DVD の特性をフルに生かした、うんうん、まあ、インタラクティブ DVD という形で現在好評発売中でございます、はい、ということでですね、このグローランサーの伝説の遺産のですね、はいはい、ちょっとあの原作ほかちょっと制作スタッフの方々のちょっとコメントをいただきましたので、そちらを見ていただきたいと思います。どうぞ。あのグローランサーシリーズというものが、まあ、アトラスで出させていただいて、まあ、嬉しいことに好評をいただいたもので、で、まあ、うち僕のところで DVD のファンディスクを作りましょうと
いうところでまず始まった企画なんですけれども、まあ、DVD ならではのインタラクティブ性を使ったものを作ろうというところが一番のコンセプトで、この作品ができています。基本的には、まあゲームでアニメーションをオープンアニメーションというのを作ったものがプレイステーションの段階で完全に再生できなかったっていうのがありますので、今回それが完全な形で入れられるっていうのは非常に嬉しいことだったし、そういう意味じゃ、ゲーム中で触れられない部分とかもオリジナルエピソードで入れ込まれてるっていうことで非常に面白くできたんじゃないかなっていう、あとは設定とかそういうビジュアル面っていうのが表に、より綺麗に出せるんじゃないかっていうことで、そこら辺は面白かったんですけど、個人的には自分のインタビューのところは切っといてもらいたかったなっていうのが正直な感想です。こんなに映像があって入るんだっていうのをちょっと思いまして、こんだけ映像があったら買ってもお得だよなっていうことと、あと自分も今度からゲーム作るときは CD じゃなくてもいい加減 DVD にしなきゃなっていう反省もちょっとしました。ゲーム中の、彼女たちとは一風違った別の面とかを見れて、私もすごい楽しませていただいたんで、同じように彼女の魅力はこれあれだけじゃなかったんだっていうのを気づいていただけたらいいんじゃないかと思います。今までのグローダンサーシリーズの全てが詰まっていると思いますので、ぜひ楽しんでください。アトラスさんと、一緒にグローダンサーシリーズ今後も続いていくと思いますので、また次回作が出た時とか皆さんも楽しんでいただけたらと思います。楽しんで見てもらえれば、特にアニメーションの部分とかも今までと違う感じで見れると思いますので、そこら辺楽しんでもらえれば嬉しいと思います。よろしくお願いします。グローランサー伝説の遺産、インタラクティブ性をフルに、生かした DVD ビデオになってますので、皆さん、楽しんでみてください。お願いします。はい、ということでどうもありがとうございました。それじゃあですね、続きましては、はい、UFO プリンセスワルキューレ、はい、円盤王女と書いて UFO プリンセスですが、ね、そちらの最新情報の方、はい、ね、早速行ってみたいと思います。ご覧いただきましょう。どうぞ。Please, please, please, kiss me, して。はい、プロデューサーの下島貴則です。まずこの作品の、きっかけっていうのは原作者である解釈さんからワルキューレを題材にしたキャラクターっていうのを提案を受けました。で、最初なんですけども、なぜワルキューレなのか、ゲームなんかでよくあるんですけども、キャラクターいろいろ、例えばメイドとか猫耳とかいろいろありますけども、その中で次に来るのがこのキャラクターだ、羽があるというところで、そこは感性の部分で押された部分があるんですけども、私が一番何より視聴者の方にとって見ていただきたいというのは、この何でもありの作品かという部分、作品世界の部分だと思います。ぜひ UFO プリンセスワルキューレお楽しみください。はい、ということでワルキューレの最新情報をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。はい、楽しみですね。楽しみですね。そしてですね、なんと次回には、ワルキューレにも出てます、はい、あの方がなんとゲストに、どなたでしょうか。ですよ。楽しみですね。はい、そちらもお楽しみに。笑顔がキュートなミュウミュウ、ダンディーなソムリエ店長、そしてムギュムギュホタラちゃんが今夜も最新コミック情報をお届け。トラの穴。続いてはトラ2のコーナーです。今回お便りをいただいておりますので紹介します。ありがとうございます。はい、千葉県にお住まいのですね、ペンネームムクハトジュウさん、ムクハトジュウさん、はい、からのお便りです。ありがとうございます。みゆちゃん店長、そしてさくらちゃんに佐々木さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。この間初めてムギュムギュコトラを触りました。好感触でした。結構可愛かったので1匹連れて帰ったらお姉ちゃんに好評でした、今は私の布団の中にいるこの方にはアナキンと名付けました、一緒にスターウォーズを見に行こうと思います。どの子買ったんでしょうね。どの子買ったんですかね、もうアナキンなんだ。名前つけて可愛がって一緒に映画を見に行くってことですか。スターウォーズ2を見に行く。2って書いてある。アナキンスカイウォーカーと多分名付け、
だいぶ成長しちゃったかなって感じですけどね、2の方では。まあいいです。あ、はい、なんか意味があるんですかこの名前には。はい、じゃあそろそろランキングの方行ってみましょうか。はい、みーちゃんよろしく。よろしく。はい、かしこまりました、失礼いたします。はい、いらっしゃいませ、虎の穴池袋店へようこそ。今日もコミックに関するホットな情報を私松木美優がお届けいたします。虎の穴、まずは虎の穴さんのホットな情報をお届けいたします。店長、はい、今日の目玉情報は、目玉情報は怖いよ。はい、はい、コミックマーケット62カタログ、はい、大好評予約受付中です。受付中です。はい、ドラの皆さんまでアクセスアクセスということ で、 そうですよ。はい、よろしくお願いします、ということで今日の目玉情報をまとまって私がポップに書いて店内に飾らせていただきたいと思います。それでは、カキカキ、こちらの私が書いておりますポップは虎の穴さん池袋店に飾ってありますので、ぜひぜひ皆さん見に来てくださいね。続いてはおなじみのコミックランキングです。おなじみいつものようにむぎゅむぎゅことらちゃんとですね、一緒にランキングを見ていきたいと思います。まずは第5位、ではこちら吉崎美音先生のケロロ軍曹第5巻になります。はい、ケロロ軍曹といえば、はい、もうこのランキングではおなじみになってまいりましたが、はい、おなじみであります。はい、そうであります、はい、キュートであります。キュートであります、はい、はい、でこちらにありますのがマウスパッドであります。あ、マウスパッドであります。もうこんなグッズまで、え、いろいろありであります。あります、はい、トラナナさんにあるでありますということで、はい、ぜひぜひゲットしていただきたいと思います。というわけで、今回の第5位はケロロ軍曹第5巻でした。続いて第4位、はい、こちら氷川ヘキル先生のパニポニ第2巻になります。はい、パニポニまたドタバタ楽しい展開になっているかと思いますが、はい、2巻ではどんな感じで。子供なのに先生、はい、いいですね。子供なのに先生、はい、店長さんは女教師は相変わらず好きですか。大好きです。期待通り、はい、ありがとうございます。ということで、今回の第4位はパニポニ第2巻でした。そして第3位は、はい、こちら藤島康介先生の「あ、女神様」第24巻です。あ、女神様に、あ、女神様です。いや、なんか嫌。いやいやいや、こちらも人気シリーズでもう第24巻まで来ましたけれども。そうですよ、相変わらず、はい、もう可愛くて可愛くて、美しくて、はい、もう私の女神様。そんなベルダンディの魅力がいっぱい詰まったこちら、はい、はい、あ、女神様の最新刊が今回の3位でした。そしてそして第2位は、こちら津田まさみ先生の彼氏彼女の事情第13巻になります。はい、彼氏彼女の事情といえば、はい、テレビアニメでも大人気で、ですが原作はまだまだ続いていらっしゃる、そうですね、ということですが、激動です。激動、今回の第2位は彼氏彼女の事情第13巻でした。そして堂々の第1位は、はい、こちら原作中山文次郎先生、漫画の方が地玉坊先生のマホロマティック第5巻です。はい、もう今回また最新巻ということで、はい、こちらですね、あのカバーがいつも特徴があるんですけど、そうですよ、今日もこのリンゴがキュッキュッ、わかるかな、キュッ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 といった感じで、はい、とってもキュートでございますが、そうですが、こういった、お、マホロ先生のグッズ登場です。はい、はい、こういったものも扱ってます。はい、ぜひぜひ靴も合わせてチェックお願いします、はい、ということで今回の第1位はマホロマティック第5巻でした。こちら原作あち太郎先生、はい、はい、作画の方が宮澄先生の僕の血を吸わないでザ・コミックです。はい、あのタイトルもなかなかおおって思っちゃうんですけれども、はい、一見こちらちっちゃくて文庫サイズで、文庫サイズ、実際にこの原作の方も文庫なんですね、はい、で文庫で人気があるあまりに、あるあまりにとうとうコミックにまでなってしまったという、やったー、はい、
い、ということで店長のおすすめでした。はい、はい、ソムリエ店長今日もありがとうございました。こちらこそ。はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそお願いします。はい、ということでトラツーのお時間でした。今回のシアターでは魚吉大ピンチ、でもパドドゥとの出会いは2人の運命だったのです。特選アニメシアター、あの名作映画ジャングル大帝がついに登場。ジャングルを守ること、それが私の使命だ。人間と争うつもりはない。何？巨匠手塚治虫が白きライオンに込めた大自然への思い、映画ジャングル大帝、お楽しみに。はい、ということでアニパラシアターのお時間です。ということでここでおはがきを1枚、東京都のペンネームパパドゥワさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。魔法遊戯が最近の私のヒットです。やっぱり主役のパドゥドゥが一番好きで、彼女が立派な魔女っ子になる日を願ってやみません。それでは皆さん頑張って花丸を集めてくださいね。いや、皆さんはどうでしょう。ということで魔法遊戯どうぞ。いじめっ子のののんがやってこなかったか。あっちへ走って行きました。待て、行っちゃいましたよ。でもあんな二人、のののんさんなら一発じゃないですか。めんどくさい。それじゃあな。これに比べたら今までの魚吉はぬか臭いと言えよう。うまいな。中から肉汁が溢れて口の中に私腹が広がっていく。見た目はこってりしているのにちっとも脂っこくありません。むしろあっさりとした喉越しが。続いて本日のメイン、魚吉の塩釜焼き。おお。え、そりゃおっと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 。お約束ね。カラス鳴き、
魚吉の目に涙なんてな。もう食えない。十分いただきました。もとも食べるところ残ってないけどね。人間腹がいっぱいになると目の皮がたるんでくるってのは本当ね。まったく。さんが倍にしてやるって馬につぎ込んだりするからですわ。絶対だったのよ。ホモババだったし、抵抗ホマレは確実に来るはずだったの。食べますか。ウオキチの肉はいいや。ほら、美味しいのに。ねえ、前から聞こうと思ってたんだけどさ、どうして魚吉の肉食べられるの？は？だって魚吉はあんたのパートナーみたいなもんでしょ？私、関根くんの肉なんか食べられないもん。どうして魚吉の肉を食べられるかなんて、それはどうして自転車に乗れるのかっていうのと同じ質問ですよ。他の言い方をすれば、どうして引き割り納豆が食べられるのか、どうして2本の足で歩けるのか、どうして空が青いのか、どうしてあったわよ、もう聞かないからなんてね。私も最初は食べられなかったんです。あれら、だったらなんで。なんでって、私が生まれ育ったシーヘブンでは、一族の者が5歳になるとある大事な儀式を行うんです。儀式？ええ、選ぶ日と呼ばれる儀式です。選ぶ日には5歳になった者はみんな命の花の入り江に釣り糸を垂れるんです。命の花の周りでは様々な生き物が生まれ、そして天に昇っていきます。あるものはそのまま空に同化して雨となり、あるものは運よく海面に落ちます。それを途中で釣り上げるのが選ぶ日と呼ばれる儀式なんです。その日、子供たちが釣り上げた生き物がその子の生涯にわたってのパートナー、楽しい時も苦しい時も共に道を歩む伴侶となるわけです。生涯に一度きり、一度釣り上げてしまったらもう変えることはできません。昔、サメを釣り上げてしまったアホ娘がいたという伝説があります。私も5歳の時、儀式を受けました。そして釣り上げたのが魚吉です。時の
の感動を何と口で表現していいのやら。そんなに感動的だったんでしたら、どうしてお肉が食べられるんですか？そこよ。パパやママにいくら言われても、生涯のパートナーの肉を食べるなんて私にはできませんでした。だけどある晩のことです。パパとママは漁に出ていました。その間、焚き火をして浜の位置を教えるのは子供の役目です。もし火を絶やしてしまうと浜に戻れないかもしれません。それでそれで、あんたの不注意で火を消してしまって両親が戻れなくなったのね。だからあんたは海に飛び込んで。ピンさん。あ、ごめん、咲き続けて。その時ふと、いい匂いがしてきました。ん？おいしい。というわけです。それってつまり食べず嫌いだったんです。今宵のオーダーでは、可愛い女の子が12人も出てくるお料理ゲームが登場。特選アニメシアター機械だ01ジアニメーション。心を持つ機械ゆえの悲しみ、衝撃のストーリーが今幕を開ける。そしてセクシーに戦う女たちを描いた映画ガンドレスや、あの名作映画ジャングル大帝も登場。お楽しみに。こんにちは、そば屋です。出前下げに来ました。あ、こんにちは。あ、 Xbox じゃないですか、うん、ほらほら Xbox だよ、ほら。それからこれは、はい、Xbox 初の美少女ゲーム、ビストロキューピッドじゃないですか。そうですよ。しかもこれ確か、うん、ロバーさんが、うん、出ています。出てらっしゃるということで、はいはいはい、かなり今話題の高いソフトですね。ゲーム業界に新風を巻き起こすプロゲーマー松井優。その類まれなゲーム感覚と天性の反射神経により、国内はもとより数々の世界大会を総なめにした卓越したプロゲーマーなのである。その研ぎ澄まされた感性を生かし、今話題のインターネットカフェニューニューにてゲームレクチャーを担当。さらには自分で会社を設立するなど精力的に展開し、現在はグループシンク代表取締役としてウェブ制作と VJ ソフトの開発を行っている。ゲーム業界からも今最も注目を集めているのがこの男である。これからどんどんプロゲーマーが増えてくるといいと思ってるんですが、そのプロゲーマーたちを中心にして、いろんな人がゲームに触れていければいいなと思っています。主人公は、はい、ラトウ君という16歳の男の子なんですが、はい、彼が料理学校に通っていてですね、はい、自分でレストランを大きくしなければいけないというのが目的なんですね。で、それを手伝ってくれる女の子が12人もいっぱいいるんですけれども、で今こちらがですね、うん、今ちょうどレストランが5軒建ってるんですが、はい、じゃあ野川さんのさん、やってるミントちゃんのお店に入ってみますね。はい、初めて見る。ちょうど今下に並んでいるのが、お店の店員さんたちなんですが、はい、こうやって汗かいて働いてますね、はい、お客さんがだん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 入ってきて、顔のマークがセリフみたいに出て、ね、ご機嫌がわかるんですね、はい、お客さんが。あ、これは美味しいぞとか、そういうことですね。ちょっとサービス足りないんじゃないのかとか、はいはい、そういう話をするんですが、うん、ここでプレイヤーができることは、はい、従業員を何人入れてあげるかとか、うん、お給料をどのくらい上げてあげるかとか、うんうん、それからお店のお値段をどのくらいにするかとかなんですが、うん、それとは別に宣伝活動というのもありまして、はい、ビラを配ったり、うん、ポスター貼ったり、飛行船を出してあげたりとか。お客さんがいっぱい来るんですね、はい、このシーンは、はい、狩りの
シーンなんですが、はい、こちらの川に行ってみます、うん、そうするとこうロールプレイングゲームのような戦闘シーンになるんですが、はい、可愛いのに一撃で倒すという結構すごいシーンもあったんですが、で今新料理を覚えたというのが出たんですが、はい、これで料理を作れると、はいはい、そこでですね、うん、ご褒美の今回はデートにちょっとミトちゃんを誘ってみようと思います、はい、お金も持ってるので、うんうん、いいところを見せようと、はいはい、そこで、またお話が分岐していくんですけれども、はい、ちょっと頬をあからめて照れてます照れてますね、はい、はい、嬉しいというような形でデートをしてですね、うまくいけばまた美味しい料理を作ってくれるということになってます、はい、仲良くしていくわけですね、はい、女の子たちとマル秘情報をお教えしようと思います。まず1個目は、ミントちゃんの、必殺技です。戦闘シーンがあるんですけれども、ぜひそこでレベルをいっぱい上げてですね、必殺技をぜひ3つありますので、ぜひ皆さん見てください。でもう一つがですね、温泉シーンです、これもやはり、好感度のレベルを高く上げないといけないものなんですけれども、ぜひミントちゃんの好感度をいっぱい上げてですね、ミントちゃんと一緒にデートして温泉に行ってみてください。でですね、このソフト実は今こちらに出ているんですけれども、はい、特別版というのも実はありまして、うん、はい、その中にセットされているのがこういった可愛いお皿ですとか、はい、さらにはこんな、ビストロキューピットドキドキレシピボックスのプレミアムパーティーというのがございまして、はい、こちらがですね、うん、限定版にしか、限定版にしか入っていない上にですね、どうも、はい、抽選なんですね。で、はい、これに登場する、うん、声優さんの方々が出てくるパーティーにご招待していただけるということで、はい、これも野川さんがそうですね、はい、一応出演予定となっておりますけども、はい、ぜひファンの方はこれ、うん、7月の12日に締め切りになってますので、はい、急いでお店で購入してください、うん、はい、じゃあ、うん、今回もおすすめポイントをご用意します。はい、はい、うん、ビストロキューピットのおすすめポイント、はいはい、今回はですね、Xbox 初の美少女ゲームというところで、うん、かなり話題になってます、うん、はい、続いてですね、声優さんてんこ盛り、なんと12人もの、うん、方が登場されるということで、うん、そしてですね、こちらはただの美少女ゲームに収まらない、うんうん、ちゃんと経営シミュレーションも楽しめるという、好きですこういうのですも、はい、かなりこれ、うん、女の子そっちのけで遊んじゃうこともあるので要注意になります、はい、はい、今回はですね、メーカーのサクセスさんからこんなプレゼントをいただいてきました。何ですか？はい、こちらです。わ、ミトちゃんだ。アフレコ台本、はい、5名様に5名様に、はい、プレゼントさせていただきます。はい、今話題の PDA、うん、携帯端末ですね、はい、あちらに野川さんプロデュースのゲームが入ってるという噂を、ピースというピース対応の、はい、もこちゃん危機一髪っていう、私が飼っているペッツのもこちゃんとアムニャンと、はい、ソラピーと黒影団とさくらちゃんが登場します、はい、知ってますか？はい、あ、はい、存じ上げてます。あ、そうですね、そちらの萌えとかをいろいろ描いたりとか、全てやられたわけ、はい、ゲームが発売になったんですよ皆さん、詳しくはこちらのホームページにね出ていると思うのでチェックしてみてください。はい、はい、あ、うん、そうですね、またそろそろ行かないとちょっと親方に叱られちゃうんで、はい、今日はこんなところで失礼します。はい、はい、はい、じゃあまたありがとうございました。どうもご苦労様です。今回の充実な品揃えのアニバラバンバン、そしてなんと大発表があるんだって。はいはい、今回のおすすめの番は何ですか？そうですね、今回もいろいろとあるんですが、まずはですね、はい、飯塚真由美さん の CD シングルの方から、はい、シングルの方からちょっと紹介していきたいと思いますが、はい、こちら恋の色ということで、6月26日に発売になります、はい、で、7月24日にはですね、6枚目になるアルバムもですね発売されるということで、
まあ、それの先行って感じですよね。で、まあ、6月の29日から、ツアーの方開始になりますんで、まあ、そちらの方もかなり楽しみな舞美ちゃん、はい、もう今回もですね、可愛いチューチューってなんかね、ところがね、うん、歌詞にあるんですけど、はい、なんかかなり可愛いですよ。そして続きましてはですね、6月21日発売のですね、カーボイビバップの CD ボックス、はい、こちらはレアトラック多数収録ということですね、うん、ちょっとマニアには見逃せないなっていう、うん、で、12月にはもう生産終了しちゃう期間限定生産という、はい、で、シートベルツでもう、まあ、やってる、ビバップのね、やってるライブが開かれたんですけど、そのライブのなんかね、音なんかも入ったりして、ライブバージョン、うん、かなりこれはちょっと注目かなという感じになります。で、続いてはですね、フルムーンを探して、アニパラをご覧の皆さん、こんばんは。はじめまして、チェンジングマイライフのマイコでございます。今回私、声優初挑戦をしております。このテレビ東京系アニメフルムーンを探してのみつきちゃんを役をやっております。これ私ですね。このフルムーンを探してのエンディングにですね、私たちチェンジングマイライフのマイセルフの曲が流れております。これはなんとですよ、ピクチャー CD にもなっております。初回特典なので皆さんお早めにお走りください。それでは以上、チェンディングマイライフのマーコでした。そしてですね、これはちょっと個人的に、久しぶりに来たなって感じの1枚なんですが、うん、山本雅之さんのニューアルバム、はい、正しい未来というのが発売になります、はい、6月の26日に発売になります、こちらも全曲作詞作曲手掛けるという、うん、まあ、タイムボカンシリーズとかね、究極超人 R とか、まあ、その他諸々の楽曲で、まあ、おなじみだとは思うんですが、はい、まあ、久しぶりなのかな、ソロアルバムとしてはかなり久しぶりになると思うので、ちょっとぜひ聴いていただきたいと思います。あとさくらちゃんの方からは、はい、私はですね、こちらにありますコスプレコンプレックスなんですけども、うん、発売になりましたね、うん、1巻の方、2巻が7月の25日に発売になるんですけども、うん、今ここにあるのがですね、うん、限定版と通常版があってですね、はいはいはい、あのですね、ちょっとこうご覧いただきたいんですけど、うん、なんとジャケット違います、うん、こっち、巫女さんが限定版、うんうん、こちら制服バージョンとあって、はい、もう今しか、ね、手に入らないと思うので、ね、限定版お店に探してみてください、はいはい、ちゃこちゃん役で出てます、うん、はい、でですね、こちらじゃーん、こちらはですね、ゲートキーパーズ21のオリジナルサウンドトラックアルバムになっておりまして、ほいほいほい、私が主題歌今笑顔があれば歌っているこちら作品のサントラが出ます、うん、6月の19日に発売になります、うん、でね、うん、今回からなんとすごいことがスタートします。え、なになに、はい、8月の7日にですね、うん、私のその影山博信さんプロデュースの CD が第3弾オリジナル巻きシングルが発売になるんですけども、うん、そちらの方ね、このアニパラバンバンのコーナーで追っかけていくということになりましてですね、それはちょっと見逃せないですね、はい、題してですね、うん、野川桜伝説第3章プレリュードですね、うん、はい、どんなことをしていくかというとですね、うん、その裏側から最新情報までをね、幅広く皆さんにね、ご紹介していこうというこのコーナーがスタートします。頑張りますよ、うん、私のオリジナルシングルといえば、うん、もうこの人です。お、
あの方ですね、はい、あの方です、うん、影山博信さんのコメントが、はい、届いておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。ご覧ください、どうぞ。はい、どうも影山博信です。さあ8月7日に野川さくらちゃんの影山博信プロデュースのシングル第3弾が、発売することになりました。ただいまレコーディングのもう真っ只中って感じです。振り返ってみれば、1枚目のそよ風のロンド、そして2枚目のハートのパズルときて、今回のこの作品ですけど、今までもね、どっちかっていうと、僕としてはさくらちゃんの本来持ってるこう素朴さとかね、コットン 100% の感じとか、そういう感じを大事にしてきたつもりですが、今回はそれプラス、野川さくらの人としてね、こうなんかすごい胸がキューンとなるような彼女が思ってることとかが、このシングルの中に出てるんじゃないかと思います。多分ね、さくらちゃんのファンは今まで以上にさくらちゃんを好きになるだろうし、そして、今まで野川さくらどんなもんかいなっていう感じでこう眺めてた人たちも、そして、女性ファンも今回の作品で、さくらになるんじゃないかと、そういうふうに思っております。ぜひ聴いてください。今回も佐々木が熱く語る至福の一品。阿部の橋魔法商店街、大阪の下町阿部の橋商店街に住むアルミとサッシ、2人は夏休みのある日、家の立ち退き問題から一つの秘密を知ることになる。そこから不思議な出来事が次々と起こり、見知らぬ世界に迷い込んでしまうのだった。この野郎、阿部の橋魔法商店街、お楽しみに。落ちるな。佐々木の至福の一品のコーナーです。はい、はいはい、今回はもう見ての通りですね、はい、東京ミューミューソーセージです。ソーセージに使ってるんですか。いや、まあ、ソーセージはね、はい、別に、おまけというかですね、まあ、食べてはいるんですけど、はい、じゃあこの東京ミューミューがやっぱ重要ということで、はい、で、まあ、なんかいわゆるなんていうんですか、食品玩具っていうんですか、うん、このね、ソーセージ1個に対してシールが入ってるんですよ、うん、はい、それが全部で15種類あるんですけど、はい、これがね、なかなかやっぱ揃わないと、うん、揃ったらなんかまあスッキリするかなって。今ちょっとそれまで買い続けるんですか。買い続けるか。今までどのぐらい買われたんですか。ね、これで一応なんかね、うん、2箱目っていうか2箱目、うん、で、今こちらにあるんですけども、はいはい、一応14種類まで、14種類あとミラー1枚で、はい、うん、こちらがレアらしいですね、うん、レアカードということになってますが、はい、うん、で、おたっきーさんが好きなキャラクターとかもやっぱりいるんですか。プリンちゃんが、プリンちゃん、うん、で、まあ、子供の頃はね、ビックリマンとかで、うんうんうん、なかなか苦労して集めたと思うんですけど、うんうんうん、大人になるとですね、お金があるんで、うん、こうやってケースごと、うん、普通だとやっぱこうやって1個ずつ買ってくるから、はい、このケースはもらえないじゃないですか、うんうん、でもケースも欲しいんですか。ケースもやっぱね、なかなかケースってね、あれ嬉しいじゃない。箱とかどうするんですか。このあ、もう中身ないですけど、うん、食べて一応この箱は飾っとくっていう。ですか。うちにこうやって置いておくとね。これはスーパーとかで買うんですか。スーパーで普通に買ってます。レジの人が、20個ですね、はい、みたいな感じで買ってます。はい、はい、まあ、そんなね、うんうん、いや、まあ、大人力を使うっていうのは楽しいことだなと。アニメの方も好きなんですね、うん、大好きです。はい、あとじゃあ1枚、あと1枚ちょっと頑張って、はい、頑張ってください。コンプリートしようかなと思っております、はい、何残っちゃって感じではありますが、はい、おたき佐々木至福の一品のコーナーでした。Pioneer。 闇の末裔、我が前に姿を現すたまえ、見てよ、スザク。十王城一の強大な魔力を持つ都築麻子を中心に、現世をさまよう悪に次々と立ち向かう。バック。キッズステーション一押しの耽美にして怪奇なストーリー、闇の末裔、どうぞお楽しみに。
はい、ということでそろそろお別れの時間となってしまいました、はいはい、今週もね、たくさん情報をお届けしましたが、はい、じゃあ最後にさくらちゃんから関係、はい、はい、インターネットラジオがスタートしました。おわー、こちらがタイトルが、うん、野川さくらの夢見るキャンディーというね、ま、ラジオになって、はい、甘い感じで、うん、はい、こちらのラジオがですね、アニスタ .tv というね、はい、こちらアドレス出ていますね、うん、こちらの方で聞くことができます。でですね、イベントがいろいろと夏に向けて決まってきました、うん、ここから多い季節ですね、はい、あ、でもですね、まずはファンクラブイベントが、うん、6月の23日の日曜日にですね、名古屋で開催されます、はい、こちら入場無料イベントで、うん、全員と握手会があるんです。ほうほうほう、はい、当日入会もできますし、うん、そうすると参加もできますしね、うん、あとね、ファンクラブグッズ第3弾の帽子もありますよ。はい、ぜひ会いに来てください、はいはい、あとエモーションフェスティバルがありますですね、うん、今年は札幌と、福岡と広島にお邪魔します。整理券も配布中だと思いますので、お近くのお店に問い合わせてみてください。はい、頑張ります。ほいほい、あとね、そしてアニパラもね、うん、J4 のコンテンツ、アニパラ J の方がいろいろやっておりまして、はい、で、あのポピーザ・パフォーマーでおなじみのけどもののおみくじがなんと、うん、あったりしまして、もうすぐ始まる感じなんですが、どんなのでしょうね、楽しみです ね毎回やるたびに顔が変わるんですよ。あ、今日の運勢とか、うん、これ絶好調だと顔キラキラしてますけど、キラキラした顔が、悪い時はなんか、うん、ブニャブニャなんかちょっと泣いちゃってる感じとか、うんうん、顔が変わって結構面白い感じなんで、うん、はいはい、毎日やってほしいですね。あとさくらちゃんのね、うん、写真なんかもまたアップされるという。あ、そうですね、新しくまた写真も撮りましたのでね、うん、壁紙なんかにしてみてください、はいはい、そうそうそう、他にもいろんなねコンテンツを用意してお待ちしておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、10月ぐらいにちょっとイベント、うん、10月の5、6にちょっとイベントが、うん、でっかいアニメソングのちょっとイベントをやろうかなと思ってますので、うんうん、まあ、詳しいことはあの文化放送のラジオ、あの長期度放送アニゲマスターの方でなんか喋ってると思いますんで、はい、まあ、そちらちょっと最新情報聞いてやってください。はい、まあ、そんな感じで、はいはい、それではまた次回お会いしましょう、はい、お相手は野川さくらと、はい、尾滝さぎでした。バイバイ。